どうもこんばんばはズモチャンネルの森本です先日は幕内と十両の番付表を見ながら、まあ、僕の感想を言っていったんですけど、まあ、今日はその続きっていうことで幕下以下のね番付表を見ながら、まあ、僕の思い入れのある力士とか、まあ、ちょっと気になる力士についてちょっと感想を言っていこうかなっていうふうに思っていますでは早速番付表を見ていこうかなっていうふうに思います今ね出てるのが今場所の名古屋場所でのね 幕下力士の番付表になります。見方は昨日とほとんど一緒なんですけど、まあ、上位十五。 前目までが、まあ、来場所十両に昇進する可能性があるっていうことでまあ基本的にね幕下は上位15枚目までがかなり注目したいなっていうふうに思ってます。で昨日と同じようにねこの赤枠極真道一山本それから玉木友風若隆元これから海と彩り若元春桐輪山村田 これだけが、ねまあ、自己最高位っていうことで幕下の中でも一番高いところに来てるってことで、まあ、それぞれね、まあ、もちろん全員気合いは入っているとは思うんですけど上位15枚の中でもかなり、まあ、重量にかけるね気合いも大きいと思うしまあ周りのねファンの人とかも結構期待を膨らまましててるんじゃなないいいのかなっていう,ふうに思いますで、まあ、この中だとまあそうですねちょっとこの赤枠だけではないんですけど、まあ、白楊山が先場所ね新十両で 上がったんですけどもまあ5勝10敗っていうことで残念ながら、まあ、幕下に戻ってきてしまったっていうことになりますねこれが、まあ、白羊山の、まあ、過去のね取り組み成績なんですけども先場所一場所目でねまあ11枚目だったんですけどもなかなか勝ち星に恵まれずに、まあ、一場所での陥落となっちゃったんですけどまあ5つ勝ててるんでねあのー、全く 通用しなかったっていうわけでもないとは思うんですけど、で、で村田が過去最高位まで上がってきましたね。先場所六勝一敗っていうことで、かなり、まあ、幕下の中でも。力をつけてきた感じがあります。村田くんは。付け出しデビューですね。付け出しデビューで、まだ。 1>, え1年半ぐらい初土俵から1年半ぐらいで、えー、幕下の筆頭まで上がってきました順調に上がってきてるなっていう感じですねまあ幕下で少しちょっとこう,こう一気に上がったっていう感じはないですけど幕下の中でも順々にまあ勝っていったかなっていう感じですねちょっとなんか膝に大きいテーピングをしてるのがもう最初の頃からずっと気にはなってるんですけど まあそれほどなんか相撲に影響してるのかなっていう印象はないですね極振動もまあ人気のある歴史ですけどもまあ、2枚目っていうことでまあ、勝ち越しができればチャンスはあるんじゃないのかなっていうふうに思いますねはいまあ、本当に、ね、この辺はもう注目力士だらけなんで一人ずつ言うのはちょっと難しいんですけどまあ、かなりねこれ見ても もらってわかる通り、このここの最高位のところがねこの赤い色がついてる人たちっていうのがあの、まあ、元関取の人がこの色になってるんですけど15枚目まででいくとここまでの間ですねここまでが幕下の15枚目までなんですけどかなりその。 まあ元関取と、まあ、この下から上がってきた人っていうのがもう混合している感じだなっていうのがすごくこの色から見ても分かると思います。まあ本当にね元大関とか関脇とかがいるところなので、まあ、すごく ななね場所だなっていいう,うに思まます一、まあ、人ずつ本当はね感想を言っていきたいぐらいなんですけど、まあ、個人的にまあその中でも面白いなと思っているのはそうですねこの若元春と若隆元。 ですね、これがあの大波三兄弟ですね結構有名な荒汐部屋の大波三兄弟の2人ですね若隆元が、えー、お兄ちゃんで若元春が次男ですねで三男が十両に今いる若隆景っていう三兄弟なんでまあうまくいけば3人とも関取になれるんじゃないのかなっていうところまで来てますね。はいまあ、ちょっとね幕下も人数がたくさんいるので、まあ、15枚目は もうう本当に魅力のあるるがたくさんいいよってでここからは順々にねちょっとこう見ていきたいんですけど徳信、まあ、法もまあちょっと苦しんでるまあ少しね戻してはきてるんですけど千代嵐もまあなかなかねまた関取に戻るように頑張ってるとは思うんですけども、まあ、なかなか厳しいですねやっぱりこの幕下の上位の壁っていうのがかなり厳しいかなっていうふうに感じてますね。 貴健斗も先場所ね幕下14枚目で自己最高位まで行ったんですけどまあ、惜しくも3勝4敗で負け越しちゃいましたね西木富士もねまあ、徐々には上がっては来てるんですけどまあ、少し、まあ ここで足踏みしてるのかなまあ幕下中位から上位にかけてねまだちょっと上位までは行けてないと思うんですけどまあ幕下ねこう中上位の辺りで頑張ってるかなっていう感じですねで朝木神が元ボディービルダーの方ですかねめちゃくちゃいい体してる人ですけどかなり上がってきましたね先場所57枚目で6勝1敗っていうことで、まあ、今場所25枚目が自己最高位なので。 これで勝ち越せばマーク下の上位が見えてくるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、田辺くん。田辺くんはあの、僕はあの、生まれが岐阜県なんですけど、まあ、田辺くんも岐阜県の大垣市っていうところの出身なので、まあ、ちょっと個人的に注目はしてたんですけど、炎鵬くんとね、確か同じ大学で、で、まあ、同期の入門だと思うんですけど、体も結構大きいので、まあ、どこまでいけるのかなって思ったんですけど、やっぱりいいところまで上がってきましたね。先場所36枚目で4勝3敗したので、まあ、こっからね、 少しずつ力をつけてなんとか久しぶりの岐阜県からの出身関取っていうのが生まれてほしいなっていうふうに思いますそうですねまあいろいろと大東さんも意外と年齢が若いっていうあの見た目の割には結構若いっていうので有名な方ですし相撲もね豪快で面白いですよね昨日ツイッターに載ってた大和嵐さんですね それから、武蔵国さんがちちちょっっと落ててきちゃってますね、まあでも32枚目なんでねまだ富栄さん人気あるんですけどね稽古もすごくされるみたいでやっぱりでもちょっと幕下の壁が越えられずにいるっていう印象ですかね緑富士くんもこの間あのまとめの動画を作らせてもらったんですけどすごい小さいんですけど、まあ、豪快なんでね結構女性のファンも多くてうーんまあ強くなって上に上がってくると面白いなと思うんですけどね 今場所、先場所ちょっと2勝5敗で残念な結果になってるのでまあ、今場所ね、もう1回頑張ってほしいなっていう風うに思います。それから朝日賞がかなり落ちてきちゃいましたね。今幕下の38枚目。そうですね前頭11枚まで行った力士なので、ちょっ 厳しいのかかなって膝ですかね朝日翔さんも膝がちょっと悪そうな感じなのでそうですね平成元年生まれなのでもう30歳になるんですけどなんとかもう一回奮起してもらいたいなと思いますねそれからこの千代大鳥もそうですね元小結びなんですけども大鳥さんも膝ですかね 大きなテーピングしていると思うんですけども、これもちょっとやっぱり、まあ、力士の人はね、どうしてもどっか怪我をされるのは多いと思うんですけど、膝がね、やっぱり怪我するとかなり長引くんじゃないのかなっていう印象ですね。まあ、やっぱり膝って大事なんでしょうね。そうですね、高吉俊が今場所、まあ、先場所ね、急上して、今場所49枚目から、幕下の49枚目からの、まあ、再出発っていうことになります。先場所ね 幕下9枚目で全球で、まあ、40枚落ちて49枚目なので、まああのー、来場所を、ね、いきなりふまた、まあ、関取にっていうのは厳しいと思いますけど、まあ、年内の、ね、今場所そうです、ね、来場所、まあ、年内もしくは初場所ぐらいまでにまた関取を目指す形になるんじゃないのかなっていうふうに思います、まあ、弟の方がねもうすぐ入幕も見えてきてる位置にいるので、まあ、少し焦る気持ちはあると思うんですけども、まああのー、新十両の、ね、会見で親方も言ってましたけど、まあ、じっくり。 相撲を取るタイプってことで、まあ、あの辛抱強く、あの、上がっていってほしいなっていうふうに思います。それから、ここのね、神学、里山、木、崎海ですね。 この3人が先場所ね里山さんが三段目で全勝優勝したので、まあ、そのまま一気に幕下に上がってきましたね平成12年生まれ里山さんが今17歳ですね里山さん17歳で、えー、中卒でね角界入りしたようです平成28年の三月場所が初土俵で、まあ、約2年ですねで 幕下まで上がってきたまあ、自力をつけてきた力士ですね。まあ、3段目の85枚目から一気に幕下の56枚目なので、かなりその勉強になる場所にな,なるんじゃないのかな？とは思うんですけど、本当とにかく元気な相撲を取ってもらえると楽しみだなっていうふうに思います。で、木崎海がですね。これがあの今場所、新十両になった木崎改め千代良の海ですね。の弟になりますね。木崎海君も。 えー、付け出しデビューですねまだ3場所前3月場所デビューなのでまださ次で3場所目になるんですけどもう幕下の54枚目ままでね上がってきました千秋楽にねちょっと負けちゃうってことでまだ優勝は恵まれてないんですけども、まあ、幕下でもあの力強いねお兄ちゃんよりもだいぶ大きい体をしてるなっていう印象があるので、まあ、少し相撲の取り口は違うかなとは思うんですけど。 まあどれぐらいね幕下の力士に通用するのかっていうのも注目したいなっていうふうに思ってます。新、まあ、学さんは一回ね怪我でここどこの怪我がかちょっとわからないんですけども、まあ、前球してるところがね2場所あってその怪我の復帰からねすごいまあ順調に上がってきたなっていう感じですね。これまではその平成28年の1月に 3段目の12枚目っていうのが自己最高位だったんですけどまあ休み明けの平成30年1月場所から一気にね7勝6勝5勝っていうことで、まあ、自己最高位をあっさり超えて、まあ、幕下初めての幕下へね、えー、やってきたっていうことで、まあ、どれぐらい通用するのかっていうのが同じくね新学さんも楽しみなとこだなっていうふうに思いますそうですねねそんなとところでですか、ね、あとはあの会場でね かななり人気者な、えー、千代の勝のパパがね人気者なんですけど千代の勝も先場所幕下49枚目で、えー、3勝4敗っていう、まあ、残念ながらね千秋楽巻き越しししちゃったんですけど、まあ、なんとか、あのー、幕下の最後の60枚目に残ったっていうことで、まあ、これも、まあ、なんとかね幕下で勝ち越しを。 ってていうのを、まあ、これは個人的に応援してます千代の勝さんは、まあ、幕下取るのがね4場所目ですね4場所目になるんですけど、まあ、なかなかねちょっとこう、まあ、自分の相撲を取らせてもらえないやっぱり幕下の力士がね強いってことなんでしょうけど取らせてもらえないのでなんとかここで、まあ、あの勝ってくれるとお父さんも喜ぶんじゃないのかなっていうふうに思いますし、まあ、僕も応援してます。はい 幕下の士ねちょっと人数が多いので今日はこれぐらいにしておこうかなっていうふうに思います、まあ、まとめとしては、まあ、やっぱりねこうお給料をもらえるようになる関取と、まあ、手当というお金しかもらえない幕下っていう間の、まあ、その境目になるっていうところでやっぱり幕下の上位っていうのはかなり、まあ、ドラマチックというか激戦区になってるなっていうのはすごくいつも感じますで特にね、まあ、関取から落ちてきた人とか、まあ、関取を目指して 頑張ってきている人とかっていうのが、あの、混じっているところなので、まあ、もちろん取り組みもすごい白熱したものが多いなっていう風に思います。はい、次は、まあ、今日もね、まあ、力士のツイッターを少し見ていこうかなって思います。そろそろね、場所が近くなってきたので、まあ、名古屋、名古屋入りした力士が、まあ、稽古している風景とか、まあ、名古屋の。 地元でご飯を食べてるよみたいなツイートが多いかなっていうふうに思いますでまずこの最初が、まあ、白鵬のツイートですね白鵬がまあ石浦が若い衆相手に稽古してるよっていう風景ですね名古屋ホットって書いてありますねまあリトアニアは今結構涼しいんですけど10度、まあ、ちょっとぐらいかなすごい気持ちがいい気候なんですけど日本はかなり暑そうですねはいで次が寺尾さんですね お酒をもらいましたで吉風さんがリツイートで元大関の雅山ですね今二子山部屋の親方になりましたねうなぎ屋さんへうんめちゃくちゃ美味しそうですねまあ僕もあの名古屋にも住んでたことがあるのでまあもちろんうなぎ屋さんすごく多いですし岐阜もすごいねうなぎが多いんですけど、まあ、どこもねうなぎ美味しいですね高いですけどねでもうなぎはいでいただきさんがいいねしたのはなんか ちょっと事件の問題ですねはい、で、テルミチさんが伊勢ヶ浜激励コンペですね沢野富士君が写ってますね唯一ハットルザクラ君が勝ったという沢野富士君ですね沢野富士君も最近はかなりその勝てる相撲が増えてきてまあ、かつてのね、ハットルザクラ君にしか勝てないっていう力士ではなくなったなっていう風に思いますやっぱり1回勝つとこういう風うになるのかなっていうのは思いますね なかなか凛々しい顔してるなって思いました。浜まてさんが名古屋に来るといろんなことを思い出す。まあけした時のこと復帰したこといろんなこと、まあ、今年で8回目だけどいろいろ経験してきたななるほどということですね。若元春さんが今回も何か面白いツイートにいいねしてますね。まあなんか オタクの人が演奏しているなんか動画ですかね。これにいいねを押してますね。これも伊勢ヶ浜部屋の東海地区講演会が桜藤さんがリツイートしたものですね。シャチノフジくんですね、まあ。若手の力士ですね。ちょっと前に入ってきた力士ですよね。確か。はい。大志流さんが、まあ、笑っていいともにいいねを押したりまあ、寺尾さんが まあ子育てツイートに「いいね」を押したりこれは若隆元さんですね若隆元さんは結構こう相撲に関係のないツイートに「いいね」を押している印象ですね <laughs> まあまあまあこれが鳴滝くんですね鳴滝くんはリトルグリーモンスターっていうこれ誰なんですかねちょっとよくわかんないですこれも アイドルの人なんですかね？のツイートを見たりしてますね。えー、めちゃくちゃいい顔してますね。シャチの藤君、えー、ラグビー出身なんですね。シャチの藤君、めちゃくちゃいい写真ですね。これ。<laughs> いや、可愛いですね。この写真はいやいい写真です。シャチの藤君もめちゃくちゃ写真写りがいいですね。これ、これは可愛いですね。これは沢の藤くんですね。さっきと同じ北斗富士さんが。 聖骨院近くにあるラーメン屋さんが美味しかったってことで原玉っていうところを紹介してますねどこですかね原玉さんちょっと聞いたことないですけど大和嵐さん悔しかったら涙じゃなくて汗を流せ寺尾めちゃくちゃ男前な写真ですねこれはいやーかっこいいですねこの寺尾、はい、大海原さん、まあ、ちょっと女子力の高いツイートしてますね頂さんはネットフリックスにロスト来たっていうことで、まあ、やっぱり今回も全く相撲に関係ないツイートを してますね、竹風さんが「コールドブリューカフェ」を買ってもらってますね。吉風さんも久しぶりにツイートしてますね。西園寺くんのリツイートは誰ですかね。この三森鈴子さんっていうんですかね。<laughs> はいまあ、ちょっと可愛らしい女の子のツイートをチェックしてるんだなっていう印象ですね西園寺くん。沖ノ富士さんはプロテインのリツイートしてますねプロテイン商品の。大海原さんが昨日ですかね 鶴竜が愛知県知事の大村さんをツイートをリツイートしてる感じですね。はい、大和嵐さんはいつも可愛いですね。錦富士君がツイートしてますね。これは高校3年生の時の錦富士君のツイートかな？写真かな？こどこですか？真ん中に写ってるこの大きい子ですかね？ちょっとわかんないですけど、六つ部屋力士の皆さんがやってきたってことで、斉藤君がリツイートしてますね。 はい、大西龍さん、今日はチュラノ海の新卒両昇進パーティーがあり、たくさんの方にお越しいただきました。新卒両昇進パーティーやったんですね。なるほど。なこんな感じか。はい。最後にえー、っとちょっと気になったニュースが少しあったので、それについてまあ、紹介だけしておこうかなっていうふうに思います。で、これ今日見た記事なんですけど、大相撲審定試検査申し込みゼロ。<laughs> 11年ぶり2度目の異常事態っていう記事がありました。 で今度名古屋場所での新弟子検査っていうのが27日6月27日ですね取りやめになったっていう記事でしたでその理由っていうのが、まあ、7月2日に実施される予定だったんだけども26日に締め切られた新弟子検査の申し込みに応募者がいなかったからということらしいですでこれは平成19年名古屋場所以来11年ぶりの史上2度目っていうふうになってますで、まあ、かつてはね若隆フィーバーの時に200人を突破したり したけども、ここ最近では百人に満たない状況が続いていると。で学生の卒業時期にあたる。三月とか十一、まあ、月ぐらいには、まあ、応募者も多いんだけども、まあ、なかなかね。その七月開催っていう。名古屋場所では、まあ、受験者が少ない実績も、まあ、実情もあるっていう風うに書かれていますで。名古屋場所担当部長の出羽海理事、小木の花さんですね、元小木の花さんは。 えー、検査をやらなかった11年前も年間受験者数は97人と直近では最も多かったことを指摘。まあ元々名古屋は受験者が少ない傾向にあって今回が今年が特別なわけではないタイミングだと思うっていう風に言われています。で、まあここではね、あのー、まあ、これは僕の個人的な感想なんですけども、んまあ、名古屋がね人数が少ないっていうのはもうやっぱり時期的なものももちろんあると思いますし、まあ、今年がゼロだったっていう。 のも特に何かの事件と結びつけてっていうわけでは、まあ、僕はないと思いますただその弟子のね募集の仕方っていうのはうーんもう少し、まあ、これまでとと違うやり方をしていってもいいいいいっもののででははないのかなか思まますでこれまでがどういうやり方をしてるかっていうのは僕もねそんなにすごく完璧に知っているわけではないんですけど、まあ、聞いた話によると、まあ、大学との あとはその親方がね自分でその現地へ出向いて、まあ、そこでスカウトをしたりとか、まあ、そのアマチュアの相撲大会を見に行って、まあ、そこでまあスカウトするとか、まあ、もしくはその白鵬さんみたいにその自分のね相撲大会っていうのを開いて参加してくる子をまあ採用するとか、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、まあ、やっぱりね自分で足を使わないと見つけれないっていう現状と。 まあ他のスポーツとの取り合いっていうところがあるので、まあ、そこが少しどうなのかなと僕は思いました、まあ、個人的にはやっぱりすごくこうスポーツ能力の高い人っていうのが、まあ、自主的にねこう相撲部屋へ申し込みをしてくれるのが一番嬉しいなって思うんですけど、まあ、なかなかね今のところその自分から進んで相撲の部屋に行こうっていう子はあ他のスポーツに比べると多くないのかなっていうふうに思っていますなのでまあまあこういういチャンネルを 通してでもいいですし、うーんまあいろんなところからね、その相撲の部屋に繋がれるように、まあ、今 SNS とかすごく便利になってきているので、まあ、そういうのを通じてね、国内外問わずいろんな人が相撲部屋にこう興味を持ってもらえるような場所ができればいいなっていう風に思ってます。で、それはその一つの部屋に固まるんではなくて、やっぱりいろんな部屋にね、こうまあ、もちろん出身地だったりとか、うんそういうのがね関係して。 まあその部屋に入りたいなって言ってくれるとまた相撲を見る方もあの、まあ、地元の子がそこの部屋に入ってくれたとか親方、まあ、と同じ、まあ、出身地の子がね入ってくれたとかっていうことですごくご応援に熱が入るなと思うので、まあ、今後ねいろんなところでまた、まあ、有望な 子がいると思うのでまあ、そういった子が相撲界に入ってくれるとまあ、相撲を見るものとしてはすごく楽しいなっていうふうに思います大谷翔平くんみたいな子が相撲界とかに入ったらどうなったのかなと思いますけどね、まあ、やっぱスポーツ万能な子って何やっても万能な部分はあると思うのでそういう子をいかに相撲の世界にこう取り込んでまあ、楽しい相撲界を作っていくかっていうのはまあ、一つの問題じゃないのかなっていうふうに思いましたということでまあ、今日はねこの記事を紹介しました はいというわけで今日は幕下の新番付表を見ながら個人的な感想というのとあと力士のツイッターを見ながらま感想を言ったり、えー、最後にねちょっと自分の気になるニュースについてまあ意見を まとめてみましたでまた場所が始まるまでの間にね三段目二段目序の口についても、まあ、感想を言えたらいいなっていうふうに思ってますしまあその他ねニュース気になるニュースが出てきた時には、まあ、自分の感想をこの場で言えたらいいなと思います。で、まあ、僕もそんなにすごく相撲が詳しいわけではないので、まあ、すごく好きなんですけどねなのでこの動画をもしも見てくれてる人の中で、まあ、これはこういうふうに思うよとかこれはこうだと思うよとかっていうことがあれば是非コメントにまあ 教えててくくれるとすすごく嬉しいいいなっていう,ふうに思いますそれからねまた本場所中にもまあライブっていう形でまあ今日の感想とか、まあ、今日この取り組みすごい面白かったなとかっていうことをやっていくので、えー、興味がある人は是非ねチャンネル登録をしてくれると嬉しいなっていうふうに思います。ではそんな感じで今日はおしまいです。さようなら。